口ドスフスキー前回の続きからですこの熱のこもった超高絶情熱的な落ち着きのない言葉と同一もなく強熱的なあたかも入り乱れてぶつかり合いながら。 互いに先を争って飛躍しつつあるような思想の本流は見たところはこれという原因もないらしいのににわかに興奮してきた青年の気持ちの中に何かしら危険な何かしら特殊なものが現れたことを暗示していた客間に言わす人々のうちでも公爵を知っているすべての人は彼のいつもの 臆病でさえもある控えめな性質やある場合にまれにある独自な交際術や上流社会の礼儀作法に対する本能的な敏感などと全く似ても似つかない今の狂気じみた言動に不安の念を浮かべて仰天するばかりであったどうしてこんなことになったのか彼らはどうしても飲み込むことができなかった パブリッャののことを聞かかされたたたが原因にななっっわけでもなかったろう。婦人席の方では気の違った人でも見るような目で彼を眺めていたベラコンスカヤ夫人は後になってから「もう1分もしたらもう私は逃げ出そうと思っていた」と告白した老人たちは最初に度肝を抜かれてほとんどぼんやりしてしまっていた。 ドイツ系の詩人は顔色まで変えたがそれでもなお他の人たちにどういう反響があるかとその本を眺めながら例の作り笑いをしていた最も,もこうしたこともこの集体もことごとく恐らくもう1分もすれば極めてありふれた自然な道をたどって全く蹴りがつくべきものであったろう極度に驚いていた イワン・フィオドロビッチは誰よりも先に我に帰って幾度も公爵に話をやめさせようとしていたところがどうにもうまくいかないので今度は固く意を決して公爵の方へ客の間を縫って近づいていったもう一分しても効果が上がらなかったら病気をただにとって極めて打ち解けた態度で 公爵を部屋から連れて出すくらいの覚悟を決めていたであろう。病気というのはおそらく全く正しい事実かもしれなかったが、イワン・フィオドルビッチは心の中で確かにそれに違いないと信じきっていたのである。しかも事態は全く別の方へ変わっていった。最初に公爵は客前入るや否やアグライヤに脅しつけられた品焼きの花瓶から。 できるだけけ遠く離れたたところに腰をかけたほとんど嘘のような話ではあるが昨日アグライアにあんなことを言われてからはどんなにその花瓶から遠ざかってもどんなに災いを避けようとしても必ず明日は花瓶を壊すに違いないだろうという一種の消し難い信念一種の驚くべきありうべからざる予感が彼の心に乗り移ったのであった。 ところが実際ににそのの通りになっってしまったのである。夜が更けていくにつれて霊の強いしかも明るい印象が彼の心を満たし始めたこのことは既に言っておいたことであるそして彼はついに予感を忘れてしまったのである彼はパブリシチェフという名を耳にした時イワン・フィオドルビッチが公爵をイワン・ペトロービッチのところへ連れて行った。 改めて紹介したがこの時公爵はテーブルに一層近いところへ寄っていっていきなりアンダグイスに腰を下ろしたそのそばには美しい品焼きのオオカビンが花台の上に立っていてほとんど彼の肘とスレスレになってほんの少し彼の後ろの方になっていた最後の言葉を述べた時彼は不意に席を立って なんとなく肩を動かす拍手についうっかりして手を振った」と一座の人たちがあっと叫んだ。花瓶は最初は老人たちのうちの誰かの頭の上に倒れようかと意を決しかねているらしくふらふらと揺れたが不意に反対側の肝を冷やして今まさに飛びのこうとした詩人の方へ傾いて床の上に崩れ落ちた。 驚き、叫び声絨毯の上に散りこぼれた貴重な破片恐れ驚きあ公爵の心中やいかに今は名じすべからざるものでありしかしその必要もないことであるそれにしてもこの一刹那に彼の心を打った一つの奇妙な感覚そのほかの漠然とした恐るべき感覚の上に不意に はっきりと浮かんできた一つの感覚についてはここに述べないわけにはいかない彼を驚かしたのは周知の念でもなく集大を演じたという気持ちでもなく恐怖でもなければあまりに不意であったという感じでもなく何よりもまず予感が適調したということであったしからば彼を驚かせたかような考えのうちに 何か彼を牽制するものがああったであろうか彼はこれを心の中で説明することができなかったはずである。彼はただ心の底まで驚かされたという感じを得たばかりでほとんど神秘的とも言うべき恐怖を抱きながらたたずんでいるのであった。次の刹那になると何もかも目の前にあるものがパッと開けたように思われた。 今は恐怖に代わるに光と喜びと歓喜の念があるばかりである息が詰まりかかってきたまたしかしその一刹那も過ぎたやれやれこれは本当のことではなかったのだ彼はほっと息をついてあたりを見回した彼はあたりにはきえる混乱を長いこと悟りかねていたらしい つまり全く悟りもし一切を見て取ってはいたのであるがまるでこの出来事に少しも関係のない人のようにぼんやりと佇んでいたのであるおとぎ話の中にある姿の見えない人のようにこっそりと部屋に忍び込んできて何の縁故もないとはいえかなりに自分にとって興味のある人たちを眺めている人のようでもあった。 彼はみんなが破片を取り片付けるのを見みんなが早口に話をしているのを耳にしたまた顔色を変えて不思議なあまりにも不思議な顔つきをして自分を眺めているアグラーヤを見たその目の中にはいささかの憎悪の色もなくいささかの憤怒の色もなかった彼女は怯えきったしかも同情のある瞳で 光尺を眺めていた他の人たちを見る瞳は妙に輝いていた彼の胸は不意に快い痛みを覚えてきた彼はついに一同があたかも何事もなかったかのように席について笑ってさえもいるのを見て不思議な驚きを覚えた。一分の後には 笑い声は一層高まった。やがて感覚がなくなったかのように棒立ちになっている彼を見ながら笑い出したしかもいかにも打ち解けた楽しげな笑い方をしているのであった多くの人たちは彼に向かって言葉をかけたがその話しぶりは極めて愛想がよくリザビータ夫人に至ってはことさらなものがあった。 彼女は笑いながら何かしらかなりに親切な言葉をかけた不いに彼はイワン・フヨドルビッチがまるで友達のように自分の肩を叩くのに気がついたイワン・ベトロービッチもやはり笑っていたがそれよりも一層親切で魅力のある同情的な態度を示したのは老降感であった。 この人は公爵の手を取って軽く握りしめ一方の手のひらで軽くその手をたたきながらまるで怯えている小さな子供を相手にするように気をしっかりしなさいと言って聞かせるのであったこれが非常に公爵の気に入ったやがてついには公爵を自分と並んで座らせた公爵は楽しそうに相手の顔を見つめたいたが それでもまだどうしたわけか、口を聞くだけの元気が出てこなかった。彼は息が詰まっていたのである。老後官の顔はひどく彼の気に入った。えと彼はようやくのことでつぶやいた。本当にお許しくださいますかそしてリザビータ・プロコフィーヴナさん、あなたも。 笑い声は一層高まった。公爵の目には涙が浮かんできた。彼は我と我が身を信ずることができずにまるで魔法にかかったかのようであった。もちろん花瓶は素晴らしいものでした。私がこちらで初めて見たからもう十五、そう十五年にもなりますよ。とイワン・ペトロービチが言いかけた。まあ本当に、 どんな災難でしたわ。一人の人間が滅びるかもしれないんですよ。しかも瀬戸物の壺のことから。とリザビータ夫人は声高らかに言った「本当にそんなにびっくりなすったの ?F ニコライビッチさん」器具の念をさえも抱きながら夫人は付け加えた「たくさんですよあんたもうたくさん」「本当にびっくりするじゃありませんか?」 何もかもお許しくださいますか花瓶の他のことも一切公爵はいきなり席を立とうとしたところが老公換はすぐにまた彼の手を引っ張った彼は公爵を話したくなかったのである「これは実に奇妙なことだこれは重大なことだ」と彼はテーブル越しにイワン・ペトロービッチにささやいた しかもかなり高い声であったからあるいは公爵にも聞こえたかもしれないでは僕は皆さんのどなたにもお気に障るようなことはしなかったんですねあなた方は本当になさらんでしょうけれど僕はこう思うと実に嬉しいんですでもそれが当然なんです果たしてここでどなたかにお気に触るようなことをするなんてそんなことが僕にできるものでしょうか もしもそんなことを考えたらそれだけでもまたご迷惑をかけることになります。気を落ち着けなさいよ君それは誇張ですそれに君がそんなに感謝する言われなんか少しもありませんよその感情は美しいけれど誇張されています僕はあなた方に感謝なんかしていませんよただ僕はあなた方に見とれているだけです。 僕はあなた方を眺めていると本当に楽しいんです。ひょっとすると僕の言うことはばかげてるかもしれませんが、しかし僕は話をしなくてはなりません。説明しなくてはなりません。ほんの自分自身に対する尊敬の念からでも。彼のなすことすることは一切が発作的で混乱していて、熱にでも犯されているようであった。彼の発する言葉が、 彼の言わんと欲するところとしばしば違っているということも大いにありうべきことである彼は瞳によって話をしてもいいでしょうかと尋ねるかのようであったさて彼の視線はベラコンスカヤ夫人の上に落ちた「構いませんよあなた後を続けなさい後をただ息を切らさないようにしなさいよ」 と夫人は注意した。お前さんはさっき息を切らしながら話を始めたもんだからとうとうあんなことになったんですよけれども口を利くのを怖がることはありませんここにいる皆様はお前さんよりもっと奇妙な人をしょっちゅう見てらっしゃるからお前さんなんかにはびくともしないわそれにお前さんなんかまだたかが知れてますよほんの花瓶を壊して ちょっとびっくりさせたぐらいなんだから公爵は微笑みながらおばあさんの言葉を緊張していたところであれはあなたじゃありませんか彼はいきなり同好感の方を向いたあのポドクーモフという大学生とシワブリンという役人を三月前に流刑から救っておやりになったのは。 良好感はちょっと顔まであからめて、気を落ち着けるがいいとつぶやいた。それから僕が聞いたあの噂はあなたのことでしょう彼はすぐにイワンペトロービッチの方を振り向いた。罰罰権でとうとう自由になって、あなたに散々厄介をかけた役所たちが焼け出された時、家を建て直すために、ただで森をおやりになったそうですね。 いや、そりゃあ誇張ですよ。とイワンベトロヴィッチはつぶやいたが、それでもいい気持ちになって、ぐっとそれみになった。しかしこの場合に、それは誇張ですよと言った彼の言葉は、全く事実であった。それはただ公爵の耳に入った、ル言に過ぎなかったからである。ところで公爵夫人、あなたは、といきなり公爵は、 ほがらかな微笑みを浮かべながらベラコンスカヤ夫人の方を向いた「あなたは半年前にモスクワでリザビータ・プロコフィーブナさんのお手紙をご覧になってまるで親身の息子かなんぞのように僕をもてなしてくださいましたね」そしてそれこそ本当の親身の息子に対するようなご親切な忠告を与えてくださいましたね。僕は決してあのご忠告を忘れません。 覚えていらっしゃいますか。「何だってお前さんはそんなにやっ気になってるんです?」とペラコンスカヤ夫人はいまいましげに言った「お前さんはいい人だけれどおかしいですよ」どうかの2つももらったくらいでまるで命でも助けてもらったようにお礼を言うんですからねお前さんはそれを処分べきことだと思ってるんだろうけれどいやらしいことです。 夫人はもうすっかり腹を立ててしまうところであったが急に笑い出したしかも今度は善良な笑い方であったリザビータ・プロコフィーブナの顔も明るくなったイワン・フィードルビッツの顔も晴れ晴れしてきた私も言ったことですがデフ・ニコライビッツさんという人は何ですねつまり今公爵夫人がおっしゃった通り 息を切らしたりなんかしなければいいんですが将軍はペラコンスカヤ夫人の言葉に感激して同じことを有頂天になってつぶやいたただ一人アグライアだけはなんとなく沈み込んでいったしかしその顔にはおそらく憤慨のためではあろうか赤らみが残っていた「あの男は実際かわいいやつだよ」 とまたたもや老官はイヴァンベトロービッチに囁いた僕は心に痛みを覚えながらここへ入ってきました次第次第に狼狽しながら公爵はいよいよ早口にいよいよ妙な興奮した調子で語り続けた僕は僕はあなた方を恐れました自分自身をも恐れました何よりもひどく自分を恐れました このペテルブルブグへ帰ってくる時僕は是が非でも我が国の第一流の方々にお目にかかろう家柄の古い遠い昔から続いている名家の人たちにお目にかかろうと心に誓いました何しろ僕自身もこういう人々の仲間ですし家柄から言っても第一流のわけですからだって僕は今自分と同じような講釈たちと席を同じをうしているじゃありませんかそうじゃありませんか 僕はあななな。たたたた。方を知りたかったのでです。それはは必必要要ことでし実実に、実に必要な僕はいつもあなた方のお噂はあんまり悪いことばかり聞いていました。良いことよりも余計にやれあなた方の趣味がちっぽけで漂っているだとか時勢遅れだとか教育が低いとか習慣が滑稽だとか何のかんのと。だって。 今あなた方のことはずいぶんあちこちでかきたてられたり噂にのに登ったりしてるじゃありませんか今日僕はこちらへ好奇心を抱いてやってきましたビクビクしながら僕が自ら見て直接にはっきりと見極めたかったのは事実においてこのロシアの上流階級は何の役にも立たないものだろうか黄金時代を過ごして今は遠い昔からの生活によって干からびてしまい死を待つばかりとなって しかもなお自分たちの死にかかっていることには気がつかずに愛も変わらず未来の人たちとささやかなその身半分の戦いを続けて彼らの邪魔をしているのだろうかという問題だったのです。僕は以前にもこんな意見をすっかり信じはしなかったのです。なぜというのに我が国には征服によって区別されたり偶然なことによって区別されたりする苦内感を除くほか 上流階級というものがいまだかつてなかったからですしかも今では宮扱いの階級も全く消滅してしまいましたねそうじゃないでしょうかどうでしょうまあとんでもないことですとイワン・ペトロービッチは毒々しく笑った「おやまたテーブルを叩いた」ベラコンスカヤ夫人はたまりかねて言い出した 勝手に言わしておきなさい体中震えてまでいると老後官はまたもや低い声で警告した